かしは、日本の指揮者、作曲家、マンドリン教師、東京都小石川区出身、明治大学法学部、カールスルーエ音楽大学指揮科、ウィーン国立音楽大学指揮科卒業。明治大学卒業後、三井市聖一に指示。後、1968年に、西ドイツへ留学し、カールスルーエ音楽大学指揮科で、アルトゥール・グリューバーに指示。 五千九百七十二年ウィーン国立音楽大学指揮科、ハンススワルフスキーに指示、指揮者としての研鑽を積む。帰国後、東京フィルハーモニー公共楽団、札幌公共楽団、群馬公共楽団、新生日本公共楽団、日本新公共楽団、ディベルティメント室内還元楽団を指揮した。青少年音楽日本連合主催の青少年音楽祭では、 ジュネスミュージカルマンドリンオーケストラの式を1976年より、以後7年間務めた。2002年では、ロシアのバラライカオーケストラ、オシポフ国立ロシア民族楽器オーケストラにて、初の外国人式者として、客演式を行った。明治大学では明治大学附属明治中学校、入学より在籍した、明治中学、高等学校マンドリン部を経て、 明治大学マンドリンクラブに在籍し、マンドリンの研鑽を積む。大学卒業後は、編曲家、佐伯亮の下で、スタジオミュージシャンに従事するなど、マンドリンやバラライカの奏者として活動した。マンドリンオーケストラ曲の作曲活動は、明治高等学校在学中より始まり、現在に至るまで数多くの曲を手掛け、マンドリン界で好評を博し、日本全国各地の、 マンドリン楽団での演奏機会も多い。1993年にマンドリンオーケストラ、久保田フィロマンドリーネムオルケスターを、主催創立、以後常任式音楽監督を務める。また、上智大学、ソフィアマンドリーの、明治高等学校、中学校マンドリン部、明治高校マンドリン部 OB、高友海オーケストラ、山脇学園高等学校マンドリンクラブ、 山川聖学院ギターマンドリン部の音楽監督を務めるほか、音楽教室、KMA を主催し、更新の指導に当たっている。ありがとうございます。